肘川嵐とは、初冬の朝、大須盆地で発生した霧が肘川を降り、白い霧を伴った冷たい強風が河口を吹き抜ける、現象。愛媛県大洲市で観察される。50年以上前には、肘川卸と呼ばれていたが、なぜ名称が上書きされたかは分かっていない。クリップ肘川の周辺冬型の気圧配置が緩んだ、日に、大須盆地と瀬戸内海の気温差が原因で、 陸地において地表が放射冷却によって冷え込み、発生した霧が三脚が川口付近まで川の両岸に迫っている得意な地形をしている肘川下流から一気に海側に流れ出す現象が生じると言われている。大規模な時は霧は沖合数キロに達し、風速は可動橋として知られる長浜大橋付近において15キロメートル以上が観測される。 年配者を中心に肘川卸とも言われるが、近年は肘川嵐の故障の方が一般的。大須市広報誌でも嵐としている。長浜大橋と周辺の山々川口近くの小高い山の上に肘川嵐展望公園がある。肘川嵐が吹いている時には、霊気流に伴う逆転層が加工に形成されるとした調査例もある。ありがとうございます。